陸上の世界トップ選手が集うダイヤモンドリーグ DL の第6戦が日本時間31日にノルウェーオスロで行われ、男子100メートルに出場したサニブラウン・アブデル・ハキーム25、トーレが9秒99、プラス0.4、をマークしパリゴリンの参加標準記録10秒00を突破。 異大会連続となる五輪出場を決めた。東京五輪は200メートルでの出場だったが、100メートルでの五輪出場は自身初。出場選手すべてが自己ベスト9秒台とハイレベルな戦いの中、観客席に近い第8レーンで登場。高スタートを切ったサニブラウンは中盤以降もスピードに乗り、9秒94の A へ。シン30。 南アフリカに次ぐシーズンベストの2位でフィニッシュ。東京五輪金メダルの LM、ジェイコブス29、イタリア、世界陸上テグ、2011年、金の Y、ブレイク34、ジャマイカ、ラトップ選手を抑え、昨年の世界陸上以来、自身5度目の9秒台を叩き出した。 これまでの自己ベストは19年6月の全米大学選手権、昨年23年8月の世界陸上ブダペスト、準決勝、で記録した9秒97、日本歴代2位、で、そのタイムにあと0秒02に迫るレースとなった。昨年の世界陸上ブダペスト大会では6位入賞のサニブラウンは、パリゴリンの参加標準記録、10秒00、 を突破すれば即五輪代表に内定という条件だったが、全レースの成功ゴールデングランプリ19日の予選で10秒07をマークするも、決勝では足がつった影響により8位10秒97で代表内定はお預けに、今期3月にアメリカで行われた大会ハリケーン大学招待では、 参加標準記録に迫る10秒02、プラス0.5をマークしていた。